じゃあ前回の続きだ。よし、行きましょう。場所移動。学校の前です。そばには誰もいない。あたりを見る。そばには誰もいない。あれ、移動もできないの？おかしい。人の気配が全くない。何を騒いどるんじゃ。学校に人がいません。今日は祝日じゃ。そうでしたっけ。先生も間違えてきちゃったんですか。アホ、わしは休みの日は美術室で絵を描くとし とるんじゃよ。そのために来たんじゃ。あ、行っちゃった。美術室です。駒田先生がいない。来とったんか。五郎が殺されました。そうらしいの。五郎は金田事件の犯人を脅したために殺されたのかもしれませんよ。車のこと教えてくれねえのかい。なんでいきなりここで校長の話が出てくるんじゃ。浦部校長と五郎は知り合いでした。はあ。校長と五郎、この二人の関係は妙だと思いませんか。お前さん、まさか校長を。確証はありませんが。お今学校にはわしらしかおらんのじゃな。ん？何があっても誰も気づかん。そうか、校長が犯人じゃと思っとったんか。まさか駒田先生。わしが後から入ってきたのは扉に鍵をかけるためじゃ。もうお前は逃げられん。はあ、諦めるんじゃな。ああ、大変だ、逃げろ。動かない。蹴破れ。開くんかい。開いてるじゃないですか。引っかかりよった。校長が犯人などとアホなこと言うからからかってやったんじゃ。校長が犯人じゃとバカバカしゅうて話んなら。アホらしい。わしはもう帰る。あれ、帰っちゃった。あ、事務所に戻る。あ、電話だ。間違えた。まず電話に出なきゃ。はい、取る。はい、宇津木探偵事務所です。よう、あたり、俺だよ。あの妙な野郎殺されちまったそうじゃねえか。加藤さんから聞いたぜ。とんでもねえ事件になってきたな。おめえ大丈夫か。ひとみちゃん心配してくれてるんだ。あたりはボケっとしてっから犯人にぶっ殺されてしまうかもな。ギャハのハ。よう、あたり、マジで気ぃつけろよ。立花さんのことは俺に任せろ。ドジ踏むんじゃねえぞ。じゃあな。なんかちょっと嬉しい。あ、まだ光ってる。留守電かなんか入ってるのか。電話です。あ、聞く。あ、留守番だよ。出かけた間に電話があったようだぞ。葛城です。今日内田君や忍と中学が一緒だった石橋さやかという人がうちに来ますので、ぜひ来てください。お、あ、行ける。第10章、幼なじみ。幼なじみ。忍の友人葛城さんのお宅です。ごめんなさい、さやかまだ来ていないの。さやかさん、さやかさんのことがないな。なんもない。なんもない。なんもない。ああ、この間みんな話したつもりよ。はい。あの人、殺されたのね。それに、この町に住んでたなんて、テレビで初めて知ったわ。ほう。この町に住んでた。同じ町に住んでた。もともとよく知ってるじゃなかったから。さやか遅いわね。素敵な方よ。優しくて思いやりがあって。
校長先生、お元気かしら。はあ、一つ思い出したことがあるわ。でも、ただの思い出話をもったいぶらないで。みんな何かとお話をもったいぶるからもったいぶらないで。気づいたこと。ただの思い出話よ。聞かせてくれよ。裏部校長のことだろ。そう、校長先生のことなの。さすがに探偵さんって勘がいいのね。私たちは校長先生に憧れていたのよ。ある日、足をくじいた女の子が校長先生の車に乗っけてもらったの。それが羨ましくってね。そう、あの黒くて素敵な車にねってことだろ。そのことを思い出しただけよ。車、立派な黒い乗用車よ。女性との憧れの的だったの。校長は15年前黒い乗用車に。でもそんなになんか珍しい色じゃないよな、黒い乗用車って。私が知っていることはもうみんな話したわよ。さやく、さやく早く来ないかしら。何その気まずさ感じてるの。なんかもっと、あ、マッチ、サンボラの、サンボラ知らない？ここも隣町か。じゃあサンボラの近くだな。趣味のいい部屋です。部屋の隅に電話があります。お、電話、電話をお借りします。お、え、サンボラに行くの？お、電話番号知ってるのなんてサンボラしかないが。はい、サンボラです。 あんたか、五郎さん殺されちまったな。驚いたぜ。店じゃその話で持ちきりだ。よかったら来なよ。はーい。ちょっと行ってきますね。なんかちょっと行ってきますね。あ、ちょっと出かけてきます。え、ちょっとどこ行くのよ。いや、ちょっとショットバーに。ショットバーサンボラです。おお、来たか。どうも。お客さんたちも驚いてるよ。お、あ、違った。あ、まあ、とりあえず聞くか。五郎さんがまた来るようになったのには何かきっかけがあったんだが。気づかないか。客、いや、また会ったね。どうも。まさか殺されるとは。まさか殺されるとは、うん、まあ知らないよな。この前も知らないって言わなかったけど、すいません。あ、僕に行くだけ無駄だと思うよ。誰だよそれ。知らないな。ごめんって。怖い世の中だね、まったく。あれ、これだけか。あ、あれ、隣のお嬢さんは。いやいや、やばい、やめろ。あれ、あれ、何もなくなったか。ん、何かな。お、あ、お姉さん話し始める。今日ここのテレビで見たときはびっくりしちゃったわよ。怖い世の中だね、まったく。テレビか、テレビか、うん、テレビ、何もないのかい。あれ、ん、あ、何もないのか。なんだい。あれ、何もないぞ。あ、なんだなんだ、何もないぞ。戻るか。ただいま。どこ行ってたの。さやかはまだだけど。
連絡先ぐらい教えておいてくれなきゃ困るじゃない。あ、はい。マッチ。このお店に行ってますから、さやかさんが着いたら連絡してください。じゃあ、預かっとくわ。あ、またサンボラに。ああ。二度出ま。ん？あれ、気づいた。結局何も変わらないのか。あ、そうだ、思い出したぜ。五郎さんが来るようになったきっかけを。お、ちょうど10日前、久々に五郎さんが来た時のことだ。うちはご覧の通り馴染みのお客さんばかりだから、お客さんの注文があれば野球のシーズンには音を切ってテレビをつけとくんだ。その日、一人で飲みながらテレビをぼーっと見てた五郎さんがいきなり立ち上がってこう言ったんだ。クックック、俺にもまた月が回ってきてみたいだぜって。そう言うと帰っちまった。確か9時頃だったと思うよ。ここからテレビは見えねえから何を見たのかわかんねえけど。そうか。それからだ、五郎さんがよく来るようになったのは本当に運が向いてきたみたいだぜ。おっと、電話だ。死亡フラグじゃん。あんたに電話だぜ。もしもし、葛城です。さやかから駅に着いたって電話があったの。迎えに行くから留守番頼まれてくれない？はい、すぐ戻ります。マスター、お邪魔しました。ああ、まだな。かわいによろしくな。じゃ、お願いね。うん、見る。あれ、テレビ。あ、五郎は10日前、テレビで何を見たんだろう。テレビ、あれ。趣味のいい部屋です。大きなテレビが置いてあります。よし、来た。五郎がテレビを見ていたのは今ぐらいの時間だな。よし、テレビ。ちょっとテレビを見せてもらおう。ちょうど野球が終わったようだ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ん？ニュースが始まったぞ。どこかで事故があったようだな。怖い世の中だね、まったく。あら、テレビを見てたのね。あ、どうも、連れてきたよ。あら、また美人が。はじめまして、石橋さやかです。大体の話は涼子から聞いております。忍のこと。忍たちとは中学から一緒でした。二人のことはよく知っています。忍がグレたことには私も心を痛めました。その結果あんな事件に巻き込まれてたなんて残念です。うん、内田のこと。金田事件の時自殺してしまった内田照彦さんの息子が忍の幼なじみのたっちゃん、たっちゃん、南を甲子園へ連れてって。そういうことか。あれ、私たちは内田くんをたっちゃんと呼んでいました。もしやイニシャルは TU では。あ、そうか、達也だわ。ちゃーんで全部持ってかれて何も考えてなかった今。本当に何も考えてないって本当良くない。あれ、たっちゃんのことはあまり目立たない人でしたが、中学時代の彼は明るくってとても心の優しい男の子でした。心の優しい男の子っていう言い方もあるよね。あまりこう興味がなさそうな。そんなたっちゃんがあの事件でどれだけ傷ついたことかと思うといたたまりません。あんな素直な子がグレてしまうなんて本当にショックでした。そうね、男と金は女を変えるってね、あまり言わないか。でも一番ショックだったのはやはりたっちゃんだと思います。二人は小さい頃から仲が良かったそうです。多分たっちゃんはそうああ、はい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 、そうですよね。忍が好きなんだよね。はい、打ちひしがれ転校していたたっちゃんとはそれっきり会っていません。二人について私が話せることはここまでです。お役に立ちたいと思っております。あ、そうか、校長のこと聞いておかないと。涼子と同じように私も憧れていました。本当に素敵な方ですから。
評判の悪い人でしたが、殺されてしまうとは。お気の毒です。上品なお嬢さんですね。そういえば、10日前、陽子さんの事件を知った9時頃。10日前、陽子さんの事件を知った。インタビューを受けておられた浦部校長を見かけました。先生とても悲しそうでした。そういうことか。もしや五郎はテレビに映った校長。ねえ、さやか、荷物を置いてきなさいよ。部屋に案内するわ。ごめんなさいね。ちょっと失礼します。忍の幼馴染は内田照彦の息子だった。さらにそのイニシャルはたっちゃんと呼ばれていたとすれば TU なのかもしれない。確かに疑わしい人物だ。しかし五郎がテレビに映った浦部を見たとすれば、浦部が家を手放したのは五郎にお金を渡すためなのかも。まあそうなんだろうな。呼ぶ。さやかさん、行っちゃったか。あれ、話し声が聞こえます。テレビの音でしょうか。お、テレビはついていません。あの二人が奥で話している声みたいだ。お、盗み聞きかい。あの二人が奥で話している声みたいだ。あれあれあれ、呼ぶ。あの、何してるんですか。ごめんなさい、中学の卒業アルバムを見せてもらってたの。お、ついに確信が。忍や内田が映っているはずだ。見せてください。どうぞ。そのために持ってきたんですから。このクラスにたっちゃんがいるはずですよ。ちょっとまず忍がいないか。ちょっと分かっているけどつい調べてしまう。まるで僕が女の子のことしか考えてみないないみたいな、なんかそういうあれじゃないですか。この辺は忍さんがいるんじゃないですか。内田を調べないとダメなのか。忍いないのか。あ、でもクラスが違う可能性あるか。そっかそっか、同じクラスとは言ってなかったような気がするわ。先生を調べても仕方がない。これだろう。これは、そう、それがたっちゃん、内田達也くんです。これは日比野先生。しかし名前は内田達也となっている。一体どういうことだ。そういうことよ。ところ変わって翌日、成幸は人のいない校長室で日比野に話を聞いた。君はそんなことまで調べてきたのか。さてと、日比野のことを聞きましょうか。確かに僕は内田照彦の息子だ。認めた。あっさり認めたぞ。日比野というのは母の旧姓だ。転校をきっかけに母方の日比野の姓を名乗るようになったんだ。お母さんは内田のこと。僕の父は金田事件の容疑者として手配され、そして死体で見つかった。僕の名字が変わったのは母が世間体を気にしたからだ。その母ももう亡くなったが、孤独。ああ、でもそうなると今は浦部校長が親代わりみたいな感じになってるのかな。親代わりというか、もしかしたら本当の親かもしれないけどな。はあ、ちょっと待てよ。忍のこと。何も話してくれないの。あれ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 、浦部のこと。あれあれ、あの金田のせいで父はあいつさえ現れなければ。おどん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 あれしてきたの。あれ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 、何も話してくれない。あれ、何も話してくれない。あれあれ、何も話してくれなくなった。どうした。そんな鋭い眼光で僕を見つめて。ああ、父は犯人じゃない。そんなことはありえない。
父は人を疑うことを知らないような人だった。そんな父をあの金田は利用したんだ。金田のせいで父は全てを失ってしまった。そして父は追い詰められ自ら命を絶ったんだ。父が人を殺せるような人間じゃないことぐらい僕には分かっている。源次郎のようなくだらないやつでも絶対殺したりはしないよ。父は殺さないが僕は殺しましたみたいな。え、金田事件の犯人も日々の、父を亡くした僕を支えてくださったのが他ならぬ浦部校長なんだ。校長と父は学生時代からの友人だったんだ。あの事件以来校長は何かと力になってくださった。不安な僕の心の支えだったよ。僕がここの教師となれたのも全て校長のおかげだ。校長は素晴らしい方だ。ちょっと込み入ってきたな。あれ、何も話してくれなくなったな。あ、五郎と知り合って忍は変わってしまった。事件に巻き込まれる前から僕の知っている浅川忍はもういなかったよ。やつは死んだそうだな。金田親子、あいつらは人間のクズだ。あえて言おう、クズであると。めっちゃ震えてるじゃん。考え、日比野の金田親子への憎しみは相当なものだ。ゴロが殺された日のアリバイを聞いてみなければ。聞く、アリバイ。確かに僕には十分な動機がある。おまけにアリバイなんてないさ。しかしあんな奴らがどうなろうと構わないじゃないか。ゴロ、何を話せって言うんだ。ゴロは事件の夜現場から走り去った黒い乗用車の持ち主を脅していたようです。その人物は浦部校長かもしれません。おい、まさか本気で校長。一つ言っておく、なぜそんなバカなことを思いついたのかは知らないし、僕を疑うならそれでいい。だが校長を侮辱することは僕が許さない。絶対に。行っちゃった。日比野は内田照彦の息子だった。そして日比野の金田親子への憎しみは相当なものだ。そうなればもしや日比野が。しかし今の時点ではあらゆる点で浦部の方が。浦部校長は本当に。おっ、第11章狂気。学校の前です。雨が降りそうな天気のせいか生徒の姿は見えない。浦部校長は本当に出張に行ったのだろうか。場所移動、職員室。あ、あたりくん、さっき日比野先生がすごく険しい顔をして戻ってこられましたよ。何かあったんですかな。ああ、何かはあったんですけど、あなたに話すようなことではない。何があったんでしょうか。浦部校長、校長は出張中だとこの間言いませんでしたっけ。この間怪我をした生徒の様子を見てくると言って少し前に出かけられましたよ。確か葉山先生は生徒の事故のことを校長に連絡すると言っていた。あ、言ってたっけ。言ってたか。葉山先生に話を聞ければ浦部のアリバイははっきりする。葉山先生は、葉山先生はもう戻られないんですか。一度戻るとおっしゃってましたよ。
ほう、呼ぶ、はい、山、ここにはいません。ここにはいません。いつ戻られるかまでは知りませんよ。そっか。葉山先生に話を聞ければ、浦部のアリバイははっきりする。学校の前。では私も帰るとしますか。それにしても、妙な胸騒ぎがするのはこの天気のせいですかな。そうね。不整脈。責任世代には急進がある。もうそういうお年ですよ。急進とか陽明種とかそういう世代ですよ。学校の前です。呼ぶ、葉山、ここにはいません。ここにはいません。ここにはいません。みんないません。あゆみちゃん。葉山先生って言ってもな、美術室駒田先生はいるか。あ、いた。ああ、あたりくん。ああ、何を深刻な顔しとるんじゃ。さては昨日のことを根に持っとるな。ああ、閉じ込めた話ね。あれ、何もない。うん、校長が犯人かもしれんじゃと。まだそんなアホなこと言うとるんか。あれ、葉山先生は？旧校舎です。開ける、開ける、動かない。開けるがあるんだけど。開ける、開ける、開ける。葉山先生、ひとみちゃん、たーざき、いない。考える。あれ、何もないな。やっぱり駒田先生か。お、黒い車の持ち主だったのは校長ですね。そうじゃ。じゃが黒い車なんて珍しいもなんともないわ。おまけに校長は出張で遠いところにおられる。どうやってゴロを殺せるんじゃ。第一、あの浦部校長が人殺しなわけないじゃろうが。話にならん。わしはもう帰る。帰っちゃった。確かに黒い車なんてありふれている。しかも浦部校長は出張中だという。五郎が殺された時間、浦部が本当に出張先にいればアリバイは成立する。そうなればもしや日比野が。葉山先生どこだい。ああ、あゆみちゃん。あゆみちゃん、実はごめんなさい、これから英語のテストなの。田崎さんの実家行った日にテストがあったらしいの。後で事務所へ寄ってみる。それにしても嫌なお天気ね、今日。こんな日学校にいると、陽子の言葉通り私の後ろに、後ろの少女が立っているような気がする。あの日もこんなお天気だったの。忍さんはやっぱり今もこの学校のどこかに本当にいるのかも知れないね。じゃあ後でね。あ、あゆみちゃーん。そばには誰もいない。誰もいない。忍さんは今でもきっと牛光高校のある場所にいます。陽子が残したこの言葉の意味は本当に彼女が後ろの少女としてさまよっているという意味なのだろうか。待てよ、葉山先生が見た血染めの少女がやはり怪我をした忍だったなら、あの夜黒い車で学校へ運ばれてきたはずだ。確かに、確かに。もしや陽子は
忍の死体が学校のどこかに今でも隠されていると。しかし今はまず浦部のアリバイを確かめなければ。はあ山、はあ山、職員室、誰もいないな。はあ山、浅川忍が今でもこの学校のどこかに。休校舎、ここ開けるか。えい、まあ、さすがにな、開けようと思って開くあれじゃないもんな。人が通りそうな気配はありません。ここにいたんじゃ葉山先生が戻ってきてもわからない。そういえばあの夜後ろの少女を見た葉山先生はなぜ遠回りしてこんなところを通ったのだろう。確かに、あれ、じゃあどこに、あたりくん、あ、なんでここに、何してるのこんなところで。こっちが聞きたいんだよな。先生、浦部校長に連絡はついたんですか。それが全然連絡が取れないの。出張先へ問い合わせてもそんな予定ないっていうのよ。手違いかしら。校長のアリバイは崩れた。何してるのこんなところで。先生こそなぜここへ。誰かが通路に車を止めたからここを通らなきゃ帰れないのよ。ああ、そうか、あの夜わざわざここを通ったのはあの夜も通路に車が止まっていたからよ。だから私とっさにこっちへ逃げたのよ。まさかその車は黒い乗用車じゃありませんでしたか。見覚えのある黒い車だったわよ。それから来た時は車なんてなかったわ。誰か後から来たようね。先生、忍の死体が学校のどこかに隠されてるかもしれませんよ。先生が目撃した後ろの少女はあの夜黒い車で学校へ連れてこられた浅川忍だったかもしれません。考える。浅川忍が、ああ聞く。忍さんが隠されてる場所というのはもしやきっとあそこよ。間違いないわ。あたりくん、私がどこだと思ってるのかわかる。まあここじゃないですかね。先生はもしやここだと思っているのでは。そう、この壁よ。これは犯人が塗ったのよ。この壁の中か。しかしこれを塗ったのは田崎のはずだ。もう一度田崎さんに会って確かめてみよう。ん、どうしたんじゃ。聞く。壁のこと。あの夜あの壁を塗ったのは本当にあなたですね。うん、間違いなくわしじゃよ。まだわしを疑っとるのか。やはりあの壁は田崎が塗ったのか。あの夜学校に車が止まっていませんでしたか。うん、誰かが学校へ来とったんか。いや、校長だけどね。校長、こう、田崎が壁を塗った後校長が最終チェックであそこに来たんだよな。なぜ今さら壁のことなどわしに聞くんじゃ。まだわしを疑っとるのか。実は壁の中に金田事件の決定的な証拠が隠されているのではと思ったんです。つまり金田を刺した凶器と浅川忍の死体です。なんじゃと。でも壁を塗ったのがあなたならそれはありえませんね。いや、そうは言い切れんぞ。壁を塗ったのは確かにわしじゃ。しかし壁が固まり始めるまでには時間がかかるもんじゃ。わしが帰ったすぐ後なら、おお、壁土を取り除いて死体を隠してから塗り直すことは可能じゃ。はっ、あの壁に死体が隠されていた場合、疑われるのは嘘のアリバイしかないこのわしじゃ。そうじゃ、思い出した。事件の翌朝、自分の道具を見て気になったことがあったんじゃ。わしの道具を誰かが後から使ったような跡があったんじゃ。間違いない。本当か本当か。しかしわしが気づかんぐらいに素人が壁を塗れるじゃろうか。
不可能なことではないが。あの壁を崩すべきかもしれない。宇津木先生に相談しよう。おう。あ、わしからも頼む。早く犯人を捕まえてくれ。わしはまた疑われる。いや、それよりも、わしをかばってくださった浦部校長の名誉のために。その浦部校長が結構怪しいんだよな。壁に忍の死体が隠されているかもしれないんだね。そこまで分かったなら犯人の目星はついているね。実はあの万年筆の持ち主が分かったんだよ。お、その人物は五郎に譲られていた誰かはもう分かっているね。万年筆の持ち主は正しい浦部ですね。その通りだ。ちょっとコーヒー飲むわ。あれはかなり前、浦部が買い求め DU とイニシャルを入れるように頼んだものだったよ。あ、浦部が買い求め TU というイニシャルを入れたものだった。買ったのは浦部だけども持ち主が浦部とは限らないってことか。正直なところ、正直なところ浦部のものじゃないかもって今思い始めてたんだよな。いやー、それこそ内田達也くんのさ、ものをじゃないかなって思ってたんだけども。万年筆、いやどうなんだろう、僕万年筆を使ったことがないし、買ったりもらったりしたことも全くないからあれなんだけど、万年筆って買うときに自分のイニシャルって入れるものなんですかね。入れる人もいるか、まあ、入れる人もいるだろうけど、そういう万年筆にイニシャルを入れる場合ってプレゼントの場合が多くないか。それこそよくさ、高校とかさ大学の卒業式なんかで万年筆を送られたりしない？学校から送られたりしない？成人の時とか成人式とか、それこそその卒業式とか、そういうなんか人生の節目というか社会人になるきっかけみたいなタイミングで万年筆を送るっていう文化はなくはないと思うんだよね。とするとやっぱり、いやまあ万年筆のイニシャルたどってたってどうこうあれでもないか。犯人はやはり浦部校長なのだろうか。先生、あの壁を。ちょっと待ってくれ。今警察が浦部の行方を追ってるんだ。僕も最後の追い込みのために今から警察へ行かなきゃならない。じゃあ行ってくるよ。あの校長が犯人とは信じられない。陽子や田崎のことを話す浦部の言葉に嘘は感じられなかった。しかし田崎の嘘のアリバイを証言したのは自分のためだったのかもしれない。そしてさらに、自分が危険になった時田崎に罪を押し付けることまで考えていたのだろうか。やはり真犯人は浦部校長。待てよ、五郎、陽子、そして忍を殺したのが浦部なら、全て金田事件の口封じのためだ。しかし全ての発端となった源次郎殺しの動機は一体、あ、なんだ、誰だ。真犯人が脅しをかけに来たのか。はい、宇津木探偵事務所です。あたりさんかい。あんたに誰も知らない話を教えてやろう。誰？牛光高校の浦部はな、昔金田の詐欺に手を貸していたんだぜ。なんだって。もしもし、あなたは一体？あの善人面した浦部を心から憎んでいる男だ。やつは今学校にいるぜ。もしもし、なんだ今の電話は。聞き覚えのある声のような気がするが、一体今学校にはあゆみちゃんがいる。
今のが本当なら彼女が危ない。あゆみちゃん、どうしたの？そんなに慌てて。成行は学校の前で歩美と日比野に出会った。日比野がいる。危な、絶対殺されるとこだったよ。歩美ちゃん、校長先生を見かけなかった？学校にはもう私と日比野先生しかいないはずよ。でも教室でテストを受けてたし、わからないけど。日比野先生もずっと一緒だったからご存知ないと思うわ。校長はまだ出張から戻られていないよ。校長は出張先にいませんでした。そしてついさっき校長が学校にいるという電話があったんです。すごい、なんかギャグ漫画日和のうさみちゃんみたいな目をしている。とにかく校長室へ行ってみましょう。内側から鍵がかかっている。あ、え、まさか。成行は校長室の重い扉を蹴破った。どういうことだ。そこには血にまみれた浦部校長の姿があった。校長、校長先生。浦部、なんと浦部までが。ダメだ、もう死んでいる。たった今刺されたようだ。たった今、犯人が。でも日比野とずっと一緒だったんだよね、あゆみちゃんね。え、自殺？窓にはすべて鍵がかけられている。死体のそばに封筒がある。成行は封筒を手にした。開ける。封筒。成行は封筒の中の数枚の便箋を読み上げた。皆さん、私は教育者として、いや人間として許されぬ罪をいくつも犯しました。私は金田の詐欺に手を貸しておりました。やがて金田が邪魔になった私は、15年前の11月10日彼をナイフで殺したのです。その時金田の家には浅川忍がおりました。一部始終を見てしまった彼女を私は車で追いかけ跳ねた上、動かなくなった彼女を連れて現場から逃げました。15年経った今、私の犯罪に気づいた2人の人間が現れました。1人は小島陽子です。彼女は何かのきっかけで事件を調べ始め、全てを知ってしまいました。もう1人は金田五郎です。事件の夜、現場から逃げる私を見た金田五郎は今になって私をゆすり始めました。事実が明らかになることを恐れるあまり、私はこの二人までも手にかけました。そして愚かにもその後で気づいたのです。自分の運命がここまでだと。隠し通せるわけがない。こんな簡単なことになぜ早く気づかなかったのか悔やまれます。こんな私を信じ、そして慕ってくださった皆様にお詫びするためには、こうするより仕方がなかったのです。浦部正。あらららららら、ら、嘘だ。意外な結末だった。あの浦部の素顔は殺人者だったんだ。いや、これは。そして成行は今気づいた。あの電話をかけてきたのが浦部だったこと。あー、そういうことか。校長先生、帰りましょう。僕が警察へ連絡をしておきます。嘘だ、校長は人殺しなんかじゃない。これは全て嘘だ。あーなぜなら本当はみんな俺が殺したからだ。なんだって。お前らさえいなければ。お前らさえ、何を聞く。金田源次郎、あいつさえ現れなければ、親父も忍も。あの日行方不明の親父からかかってきた最後の電話を受けた俺は、源次郎を殺して自分も死のうと決めたんだ。最後の
彼をつけるため校長に電話をした後、俺はあいつを殺してやった。そうか、全部日比野がやったことなんだね。その時忍が現れた。血まみれの源次郎と俺を見た忍は、人殺し、そう叫びながら表へ飛び出していったんだ。立ち尽くしていた俺は急ブレーキの音で我に返った。表には黒い車が止まっていた。そばには忍が倒れていた。電話を受け駆けつけてくれた校長の車の前に忍が飛び出したんだ。校長は俺と忍を車に乗せ学校へ向かった。俺たちをある教室に連れて行き、俺を着替えさせた後部屋を出て行かれた。俺のせいで忍や校長まで。俺はそばに横たわる忍を見た。ところが忍はいなかった。忍は窓に向かって何かを言おうとしていた。忍は気絶していただけだったんだ。窓の外を見ると女性とか一人歩いていた。その後ろ姿を見た俺は、見つかってしまう、そう思い頭の中が空っぽになった。そして気がつくと、砕け散った花瓶の破片と足元に横たわる忍の姿があったんだ。今度こそ忍は起き上がっては来なかった。恐ろしくなった俺は夢中で家に帰った。眠れぬ夜が明けると俺は真っ先に校長に会った。すると校長は一言俺にこう言った。忘れなさい、全て。校長は俺のために。その校長をゴロのやつがゆすりやがった。あんなやつもっと早く殺してやればよかった。その時日比野が隙を見せた。成幸は歩みの手を取り外へ飛び出した。じゃあゴロを殺したのは日比野か。そうだな、多分な。今の話の流れだと成幸くんダメ、そっちに逃げちゃう。あ、行き止まり。成幸たちは行き止まりになったあの大鏡の前に逃げてしまった。まさに逃げ道は閉ざされた。しまった、成幸くん。青ざめぬる二人に日比野の足音がゆっくりと近づく。小島はあの夜俺をその鏡の前に呼び出しこう言った。先生は昔人を殺したわね。そう言った小島は、小島の顔は忍そのものだったんだ。恐ろしかった。俺は思わずこう叫んだよ。そうだ、15年前お前を殺したのはこの俺だ。気がつくと俺は小島の首を絞めていた。ひどい。殺すつもりはなかった。小島をそのままにして俺は逃げ帰った。なのに小島は体で見つかった。なぜだ、あいつはそこで死んだのに。でももうどうだっていい。秘密を知ってる奴はもういない。それなのにお前らさえ余計なことをしなければ校長は死なずに済んだんだ。お前らも殺してやる。危ない、あゆみちゃん。成幸は歩みをかばい身をかわした。日比野のナイフが当たった鏡にひびが入った。鏡を背に日比野は振り返った。その時、あ、そこに砕け散った鏡の裏からミイラとなったセーラー服姿の死体が飛び出し日比野に覆いかぶさった。忍ぶ。駆けつけた宇津木と警官たちも息を呑んだ。あの日陽子が言った私の後ろって、鏡に映った私の後ろという意味だったんだ。あゆみはそう言うと気を失ってしまった。あゆみちゃん。成幸はあゆみを抱きかかえおぞましい現場を離れた。
成幸君、本当にご苦労だったね。君がいたからこそこの事件を解決できたんだよ。そして二人は事件を語り合った。鏡の裏から日比野の学生服と凶器のナイフが見つかったよ。忍が旧校舎ではなく鏡の裏の壁に隠されていたとは。浦部校長が田崎の道具で隠したようだね。陽子の死体を川へ捨てたのも校長だったようですね。日比野の犯罪がバレれば浦部の過去が明らかになる。過失とはいえ忍を跳ねて死なせてしまったことがバレるのを恐れたんだろう。ちょっと違うと思うんだよな。忍は確か日比野が花瓶で叩いたために死んでしまったのでは。うん、日比野は忍の頭を花瓶で叩いたと言って譲らないらしいが、それほど強く叩けば頭蓋骨にひびが入ると警察は言っている。しかし忍の頭にはそれらしい跡が全くないんだ。やはり浦部校長が跳ねた時彼女はすでに死んでいたようだね。でもあの夜学校に来た葉山先生が見たのは息を吹き返した忍以外にありえないと思うのですが。確かに不思議な話だ。さらにわからないのが、浦部が金田の詐欺に手を貸した事実がなかったことだ。なぜあんなことを。そうそう、君に紹介する人がいるんだ。あゆみちゃん。彼女は今日から我々の仲間だ。君と同じ助手としてね。成幸君、よろしくね。私が不思議だったのは、陽子が事件について知りすぎていたこと。まるで彼女の体に忍さんがいたみたいに。ところで先生、日比野先生の様子はどうなんですか？うん、彼は長い悪夢から解き放たれたようだ。とても落ち着いているよ。やっと本来の自分を取り戻したのかもしれないね。あ、そういえばあの万年筆は一体何だったんですか？あれは日比野が大学へ入学した時に浦部から送られたものらしい。日比野が肌身離さず大切に持っていたものだそうだよ。はあ、そっか、やっぱそうなんだ。浦部校長から日比野に送られたもので、五郎と取っ組み合いしてる時に奪われたんだ。じゃあ日比野が五郎を殺したってのはこれで確定か。そっか。まあ五郎のマンションのところで初老の男性を見かけたよみたいなことを言ってたのは、多分あれもきっと浦部校長がいたんじゃないかな。あ、でもその後に日比野が、いや浦部校長は出張中のはずだよとか言ってたから、そんなことはないか。でもその頃じゃ名字は日比野になっていたはずだから、イニシャルは TH じゃなきゃ変ですよね。名字が変わったことを浦部が忘れていたと言っていたそうだよ。そっか、やっぱりそうなんだな。浦部の息子なんだな。さてそういうことで、あゆみちゃん、どこかで美味しいものを食べようか。ご馳走するよ。はい、お供します。ちょっと待ってくださいよ。あの万年筆に秘められた謎は後日明らかとなった。浦部校長は自分の命に代えても守ろうとしたのだ。自らの手でこの世に命を与え、そして片親では不憫だと子供のいない友人内田夫妻に幸せを託し、そしてその結果不幸な道をたどってしまった我が息子。彼は万年筆に刻まれた TU というイニシャルにこんな気持ちを密かに込めて送ったに違いない。日比野達也にではなく浦部達也、そう、彼の本当の息子へ。まあ真偽は定かではないけども、そうかもしれないねっていうお話ね。いやー、終わりましたね。なかなかに凝ったシナリオでしたね。そしてすごいいいボリューム、ちょうどいいボリューム感だったな。長すぎず短すぎず。しかしまあ最後の最後までこう
日々の達也を疑ってしまってて申し訳なかったというか、いや実際に犯人は日々のだったんだけどもね。いや違うんですよ、あのもうなんか最初に出てきた段階で怪しすぎたんですよ日々のが。それはちょっともうちょっとね、隠し通せたのかもしれない。あでも途中でなんかこうもしかしたら浦部がみたいな感じになってた、そういうシナリオの作り方をしてたから、こう最初から日々のが犯人だと思わせつつシナリオを進行させていくっていう手法だったのかもしれないね。うん、でも第11章まで、まあ11章が最終章だとして、この章仕立てっていうのもなかなか、ちょうどいい区切りがあったというか、こう考え方の整理がつきやすかったですね。ファミコン探偵クラブ1消えた後継者の時は、まあ、ファミコン版だったからかもしれないけど、ああでも面白かったな。ちょっとテイストが違ったよねパート1と。なんかあっちはあっちでちゃんとしたこう推理サスペンスみたいな感じだけど、こっちはなんかこう推理サスペンスホラーみたいな、まあ、ホラーがメインじゃないかな、ホラー推理サスペンスみたいなね、感じだったし、これがパート1の前日単になるのかな、この後に消えた後継者につながっていく。ああそっかそっか、このパート2の冒頭で自分が誰かわからないけども両親を探してるみたいなこと言ってたから、そっかこの後にパート1に続くんだね。あこれを作られたのが1989年か、なんかバカにするわけじゃないんだけど、ちょっとやっぱり甘く見てたなっていうところは否めないかな。1989年、平成元年だからね。平成元年だよね。僕が昭和60年の1985年生まれだから、その4年後ってことは平成元年だよな。平成元年にこういうゲームを作れてたっていうことが結構驚きかもしれない。それこそもうファミコンの時代だからさ、ファミコンカセットの容量とかも考えた時に、これほどこうボリュームのあるシナリオテキストって考えると感心するね。本当に。あでもこれカセットじゃないか。お、そして2年後のある日、ここでパート1に。はい、宇津木探偵事務所です。明神村の怪しろきに仕えております、田辺善蔵と申します。ああ善蔵さん懐かしいな。ちょっとご相談したいことがあるのですが。明神村怪しろですね、今から伺います。あゆみちゃん出かけてくるよ。成幸くんどこへ行くのよ。ファミコン探偵クラブ消えた後継者へ続く。あたりなりゆきさん、お疲れ様でした。楽しんでもらえましたでしょうか。はい。では、調査の進め方をもとにして、あなたの性格診断をしてみましょう。あなたは基本的にクールな方のようですが、優しい面も持ち合わせているように思われます。はい。次にあなたは、冷静で落ち着いた方のようですね。物事を正確に判断する方ではないかと思われますが、どうですか。その通りです。またあなたはなかなか勘の鋭い方ではないでしょうか。その通りです。さらにあなたは大変生真面目な方のような感じがします。その通りです。最後にあなたはほんのちょっぴりだけエッチなところほんのちょっぴりだけね、
ほんのちょっぴりだけですよ。ほんのちょっぴりだけ。うん。でも男の子なら多少そうでなくちゃかえって不気味ですよね。そう。健全。健全ですよ。逆に健全。うん。以上で性格診断を。おお、ありがとうございます。性格判断はいかがでしたか？全然違っていたらごめんなさい。いや、もうその通りです。うん。もうクールで、優しくて、そして真面目。いやもう、まあ、なんか 100% 合ってる。では最後に、あなたと立花あゆみさんとの相性をチェックしてみましょう。あゆみちゃんとの相性チェックですか？あゆみちゃんとのラブラブチェック。あ、めっちゃハートが、あ、ブーって言われたよ。なりゆきくん、こんにちは。あゆみとはうまくいってる？実は私、なりゆきくんのことちょっといいなって思ってたのよ。気づいてた？あゆみとダメになっちゃったら私付き合ってもらおうかな。なんて冗談よ。あゆみとうまくやんなさいよ。じゃあまたね。あ、終わった終わった。え、あ、はい。というわけで、ファミコン探偵クラブパート2、後ろに立つ少女プレイ実況、今回で終わりです。え、あ、最後の何だったんだろうね、最後の。性格判断はまだいいとして、あゆみちゃんとのラブラブチェックまであったけど、何がフラグだったんだろう。ハート20個もあったけど全然わかんねえや。まあいいや。はい、というわけで、ファミコン探偵クラブパート2、後ろに立つ少女プレイ実況でした。長い間、長くはなかったかな、全10回もないからな。というわけで、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次のゲーム実況もよろしくお願いします。それではまた次回、バイバイ。